文房具屋さんで欲しいと思った文房具を全部カゴに入れていたらこんなことになってしまいました。今日は久しぶりに文房具を大人買いしてきたので、大人買いした文房具を紹介していこうと思います。 お手頃なものから高額なものまで幅広く買ってきたので学生から大人の方まで楽しんでいただける内容になっているかなと思います今回使った総額なんですけれども大体1万3000円ぐらいですねせっかくなので値段を気にせずに入れていた結果思ってた以上に買いすぎました全部前々から欲しいなと思っていたものなので買えてよかったなと思います 購入できるリンクは動画説明欄に貼っておきますね。では、早速それぞれの文房具を簡単にご紹介していこうと思います。 まず一つ目は、ラダイトのジャガードデニムのボートペンケースでございます。ラダイトという会社は広島県にあります。で、その隣の岡山県はデニムが有名なので、デニムを使ったペンケースとかを多くラインナップしているんですけれども、こちらはボート型のペンケースですね。パッチワークといって、色々な模様のデニムを組み合わせた生地となっているので、すごくおしゃれですよね。 実は今回ダダイトの筆箱は2つも買ってしまいましたもう1つは動画の最後にご紹介していこうと思いますまずこちらのボート型ペンケースびっくりするところが値段です 税込990円で買えてしまったので、えー、かなりお手ごろだなと思いました、まあ、その分かなりシンプルな構造なんですけれどもたくさんのペンが入りますしかなりコンパクトといった感じでかなり学生におすすめできるペンケースだなと思いますまた今度はこちらのペンケースについて詳しく紹介する動画だったり中身を考える動画も作っていくつもりなので楽しみにしていてください 続いてこちらはパイロットの S20 のボールペンですね。2000円プラス消費税でした。 S20 のシャーペンっていうのはかなり有名なんですけれども果たしてボールペンも描きやすいのかずっと疑問だったので買ってみました S20 のシャーペンと比べてみると一番大きな違いとしてはノックキャップの形状ですねシャーペンの方はコード表示窓がキャップについているんですけれどもボールペンはついていなくてかなりスリムになっていますこれまでシャーペンで見慣れていた自分としては結構違和感がありましたねあんまりこのデザインは正直好きじゃないかなと思います 思いましたキャップを取り外すことはできないんですけれども S30 みたいにおしししななキャップにして欲しかったた。と思いましたこちらに使われているインクなんですけれども自分が大好きなアクロインキというのが搭載されています。 アクロインキっていうのはパイロットが誇る油性インクで従来の油性インクの5分の1の粘土のインクとなっているので非常に滑らかなんですよね実際に描いてみてもシャーペンと同じくめちゃくちゃ描きやすいですしインクもすごく滑らかで最高でした ままさにこれは紙ボールペンとと言ってもいいいいんじゃないかなか思います。もう少しキャップのデザインをおしゃれにすればもっと人気が出るんじゃないかなと思いました続いてこちらはトンボのモノグラフライトという油性ボールペンですね 1>, 1本180円プラス消費税でした。パッとミユニのジェットストリームエッジに見えますよね。1本1キッパーということでかなり安かったので買ってみました。こちらのモノグラフライトキャッチコピーがありまして、それがペン先見やすく綺麗に書けるです。このようにペン先には高精度のニードルチップが搭載されているので、まあ、かなり視界が良好で細かい文字も書きやすいなと思いました。 それから超低粘度油性インクが搭載されているということで滑ってしまうんじゃないかというぐらいかなり滑らかに描くことができました三菱鉛筆のジェットストリームエッジもポイントチップで視界良好 超低粘度ジェットストリームインクということでコンセプトが両者ともにかなり似ているんですよねあとグリップとかペン先のデザインもすごく似てるので1000円もするジェットストリームエッジのレ、まあ、廉価版として試してみても十分いいんじゃないかなと思いましたモノグラフライトは 0.38mm と 0.5mm の2種類の展開となっておりましてジェットストリームエッジは 0.28mm のみの展開ですモノグラフライトの 0.38mm とジェットストリームエッジ の0 2 8ミ、mm、リは筆跡だけで考えると太さの違いはあんまりわからなかったですね。書き心地はモノの方が滑るように滑らかにかけて、ジェットストリームの方はカリカリとしてるんですけれども、でもかすれずに濃く書くことができました。まあ、これは好みだと思うんですけれども、個人的にはジェットストリームインクの方が書き味とか筆跡は好きでしたね。まあ、でも198円で買えるので買ってみる価値は十分あるんじゃないかなと思います。続いてこちらはゼブラの ブレン2プラス S でございます。500円プラス消費税ですね。ボールペンってペン先がグラつくものが多いですよね。でもこちらはブレンという名前の通りブレない つまり筆記振動を抑制したボールペンとなっています個人的にこれは本当にすごくてブレンはボールペン界の大革命を起こしたんじゃないかなと思っているほどですこれまで単色ボールペンが販売されていましたでその単色ボールペンがヒットしたことを受けて3色ボールペンのブレン 3C が発売されましたでさらに2色の赤黒のボールペンプラス 0.5mm のシャーペンが搭載された多機能ペン ブレン2プラス S が新たに誕生しました。なので今現在ブレンシリーズは3種類のラインナップとなっております。 どんどんラインナップを拡大していきますよね。実際に描いてみても、ボールペンもシャーペンもほとんどグラつかずに、本当によくできているなと思いました。これほど快適に描ける多機能ペンで、なおかつ500円で買えてしまうっていうのは、すごく魅力的だなと思います。え続いて、こちらはちょっとお高いボールペンなんですけれども、パーカーのジョッター XL のモノクロームブラック BT でございます。 この時期はギフト用に立派なケースに入っているボールペンが多いんですけれどもこれはギフト用じゃなくて単純に欲しかったので自分用に買いましたまた今度時間があったら開封動画を作っていこうかなと考えているんですけれどもちょっとチラッと開封していこうと思いますボディからクリップそれからキャップまですべて真っ黒で統一されたボールペンですいやこれはめちゃくちゃ男心をくすぐられますよね めちゃくちゃゃくかっこいいです。3500円プラス消費税ということで結構高かったんですけれども真っ黒が好きな方にはハマらないボールペンだと思いますねまた動画作っていこうかなと思います続いてこちらはジ ットスリリーームのラバーグププタイプですね。250円プラス消費税でしたこれは文房具屋さんじゃなくてちょっと突然ボールペンが必要になったのでファミリーマートで購入しました癖になる滑らかな描き味そんなジェットストリームインクが搭載されているんですけれどもこちらはグリップから軸の上部までラバーが使われているんですよねなので滑ることなくかなりがっしり握れるなと思いました、まあ、実際に描いてみてもさすが世界のジェットストリームインクということでかなり 滑らかに描くことができましたただ個人的にはデザインがゴツゴツしすぎてる感じでちょっと古めかしさが、ね、あるかなと思いましたあんまりデザインは好きじゃないですね続いてこちらはステッドラーの42525というボールペンですね1800円プラス消費税でした実はこちらのボールペンなんですけれども2004年に発売されていましたでも一度廃盤になってしまったんですよね なんですけれども今年の2月上旬に復刻発売したボールペンとなっています30年のロングセラー商品である92525という製図用シャーペンがあるんですけれどもそちらのボールペンバージョンだと思っていただければ OK です 92525のデザインとかボディバランスなどを生かしてでそれをベースにボールペンを設計したそうですシャーペンと比べてみるとシャーペンの方は艶ありの金具となっていてボールペンはつや消しの金具となっていましたなのでボールペンの方が若干重厚感が増してかっこよくなってるなと思いますあとボールペンの方がキャップがちょっと長いなと思いました まこれはボールペンの機構上仕方ないところなんですけれども少し見慣れるのには時間がかかるかなと思います実際に描いてみても口金がかなり細いんですよねこれほどまで口金が細いボールペンってなかなかないんじゃないかなと思っていてすごく視界のいいボールペンでしたそれから最後になりましたこちらはラダイトのデニムロールペンケースでございます1900円プラス消費税でした今回の動画で最初にご紹介したラダイト こちらも岡山のデニム生地が使われていますねここの留め具を開いてで紐を取ることで中を開けることができるんですけれども中身はこんな感じとなっておりますファスナーがついていて結構面白い形をしていますよねここのファスナーには消しゴムだったり定規を入れてこちらのポケットには3本の帯がついております なのでペンの長さに応じてクリップを挟むことができるのでクリップが付いていればどんな長さのペンも収納することができます正直一番上の帯はあんまり使わないんじゃないかなと思います実際に使う時は一番下の帯と真ん中の帯を使うことになるんじゃないかなと思いますロールペンケースってすごく場所を取るんですけれどもこちらはすごくおしゃれで面白いペンケースだなと思いました こちらのペンケースもすごく面白いなと思ったのでまた今度動画でご紹介していこうと思いますはいそんな感じで今回は文房具屋さんで大人買いした文房具をご紹介してきましたここ最近全然大人買いの動画出せてなかったんですけれども久しぶりにやってみるとすごく楽しかったですねこの企画はお財布には優しくないんですけれども視聴者の皆さん楽しんでいただけたと思うので また文房具屋さんに行ったら大人買いしてみようと思います。今日の動画を最後まで見ていただいたので、高評価もしくは低評価を押していただき、動画の満足度を教えてください。 まそれから今回紹介した文房具もし持ってるよっていう方いらっしゃいましたらその感想とかをコメントで書いていただけると自分もね目を通すつもりなのでよろしくお願いしますそれからまだチャンネル登録していない方についてなんですけれども皆さんを文房具の沼に引きずり落とすつもりで日々 YouTube で発信しているのでぜひチャンネル登録ポチッとよろしくお願いしますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました